開発チームの中で最も異性に人気があるのは誰ですか？やっぱそうですよね、皆川さんって声多いですよね。これなんで俺そういうキャラにされたんですか、このプロジェクト。違う、だって異性にですよね、はい、いやだって開発チームやっぱほらゲーム業界って女子そんな多いわけじゃないじゃないですか、うん、やっぱ女子会とかあるらしいんですよ、はい、その食事とかで、やっぱりうちのチームの誰がって話になるらしくて、大体ランキング取りますね。そうナンバーワンですよ、ぶっちぎりで。俺この前ダンジョンで置き去りにされましたけどそれ誰なんかあの会議があるんでってみんないきなり刺したから、俺一人だけ海賊と戦ってましたあしんどかったっす。なるほど、いや本当にね、はい、でも人気があるんですよ、ロマンス、ね、ロマンスグレーっぽい、なるほど、ね、優しそうとかね、卑怯、はい、ですよね。あそこにいやもっとこうロマンスの感じ、グレーならいいってもんじゃないんですか髪がグレーなだけじゃねえかって。ダメですいやいや、モテるのは間違いないです、誰に聞いても皆川です。はい、はい、同性から人気がある人もいますか、誰ですかってありますけど、悩みますか、調校します。近所の多分2丁目歩いても多分皆川さんだと思うんですよ、間違いない。なるほどね、うん、どっちも大丈夫。確かに結局皆川さんだと思う、うん、また頭を抱える、もう総取りじゃないですか全方位的に。あそこ歩くの怖いっすちょっとあの、ね、皆川さん今こっちを見た目が笑ってなかったそうそうそう